はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。実はこれは、これ映ってるのはですね、あのモンスターボールなんですけれども、ポケモンのね、もうだいぶとね、あの昔前に作ったものなんですけども、ちょっとね、あの最近、まあ、の視聴者の方々からですね、白と赤の色が逆でしょってよ、というまあご指摘をいただきまして、あのよくよくね、あのネットとかで白で見たらね、全く逆やったんですよ。なんでこんなことしたんかなって自分でもちょっとよくわからないんですけども、もうご指摘がね、もうあった以上、間違いはね、ちょっと認めないといけないということで、今からですね、こいつをね、ぶっ壊して、また一から作り直したいなと思います。で、一応まあ使うブロックを説明しますけども、白色の羊毛、黒い色の羊毛、赤い色の羊毛、もうこの3つのブロックを使って、今回のモンスターボールのドット用作っていきたいなというふうに思います。作業を始める前にですね、今回の間違った件に関しては心からお詫び申し上げますとともに、ご指摘いただいた ご視聴者の皆様には心から御礼を申し上げたいと思います。それではね、今からね、この間違ったモンスターボールを壊していきます。壊すぞ。白が下で赤が上だったんですよ。これも逆に言ってるんですよ。これはね、ちょっとダメですよね。もう視聴者の方にはですね、もう心から御礼を申し上げたいなと思いますね。こうやってちゃんと指摘してくださる視聴者さんって本当ありがたいです。本当に。それでは今から始めたいと思います。まず1段目は縦横3マス、で2段目は3マス打って、周りに1ピクセルずつ置いていきます。そして一段上がって、一個ずつ置いていきますね。
このうちに白色の羊毛で黒色の羊毛白色の羊毛で右側回ってこのうちに白を3つで回り込んで後ろの方ですね、ここに白を3つ回り込んで左側になりますね、ここに白を3つ置いて一段上がって このうちに黒を1個で、ここに黒を1個白を1個黒を1個黒を1個ここに3つ黒を置いて黒を1個ここに黒を3つ黒を1個黒を3つで1段上がってこの位置に赤を1個でこの位置に赤を1個置いて黒を1個この位置に赤を1個右側に赤を置いていって、まあ、ぐるっと回っていきますね。ちょっと一段上上がって、まあ、この土台というかね、ここに赤を埋めていきます。じゃあ、ところから見ると、うん、OK、じゃあ1段上がってこの位置に赤を3つで右側に回ってこの位置から赤を、1,2,3,4,5 赤を1,2,3,4,5で赤を1,2,3,4,5で赤を1,2,3 一段上がって一番上に、縦横の赤を3マスずつ置いていきます。1,2,3,1,2,3,1,2,3といきます。これでまあ一応完成なんですけども、これでどうでしょうか。ぐるっと回っていきます。はい、このような感じです。上もガーッと見てみましょうか。行き過ぎた。はい、まあ全体見回してみましたけど、いかがでしょうか。これで間違いないでしょうかね。うん。またね、まあよろしかったらまたご意見、まあコメントなんかいただければなというふうに思います。今回の動画いかがでしたでしょうか。もしよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で終了とさせていただきます。次回の動画をお楽しみに。それでは今回この辺で失礼します。